全通寺境内より東山を望む大麻山は香川県西部に位置する山である。隣接する蔵島山と共に蔵島山として瀬戸内海国立公園名称天然記念物に指定されている。なお、登山と蔵島山を合わせた全体の山海を琴平山また別名コンピラ山と呼ぶ香川県本土で独立法としては最も標高が高い。また山頂には 香川県西部の大部分を放送区域とする西佐抜き中継局があり、中継所所在地としても知られる。全通寺市街地に隣接し、そこから山頂へ自動車が通行できる道路があるが、標高約500メートル地点からは農園業者の指導となっているためゲートで封鎖され、通行できない。そのため、通常、山頂に行くにはそこから登山道を徒歩で登るしかないが、 山頂付近には桜が植えられており、花見の季節になると土地所有者がゲートを開放するため自動車で山頂の有料駐車場まで侵入できる。また中継局の保守用車両は500メートル地点のゲートを開けて山頂の中継局まで登ることができるため山頂周囲には自動車が通行できる道路が存在する。その他に徒歩用の登山道としては連なる琴平町の 造刀山に琴平宮があるため、その山道を用いて、その奥の宮を経由して登山することもできる。この付近から関石塚古墳、国定史跡岩瀬尾山古墳群にかけての広範囲のベルト地帯は古墳群の連鎖地帯として知られ、大麻山周辺の古墳は国定史跡有岡古墳群として指定されている。その中でも特に野田院古墳は、 大麻三北最六標高405メートル、テラス上平端部の非常に高地にある古墳として知られている。古墳は3世紀後半建造の日本国内最古の形状の前方公園墳で、全長44.5メートル、公園部計21.0メートル、公園部高2 0メートル、前方部幅13メートル、公園部は、 安山岩海による赤石,石であるが、前方部は森土によって作られている。その前方部は途中、くびれ部が細く締まっていて、最先端で、またバチ状に広くなっていることから、前方公園墳8世紀の3世紀後半のものと推測される。この土地に最初に現れた権力者の墓であると考えられ、高松市まで連なる古墳地帯と合わせて、 当時の香川県一帯の地域集団関係を研究する上で貴重な資料となっている。ありがとうございます。